ごい。取れた、大ちゃん。そうか。おひなさま終わったから、剥がしますね。おひなさんは早々にしまわないと、そのお家の娘の嫁入りが遅れるという言われがあります。片付けまーす。ドアの向こう側大ちゃんが撮ろうとしてるけど、この隙間は通りませんわな。大ちゃん無理だよ、うん、諦めた模様。大ちゃんこっちから撮らないとダメだよ。来た。偉いね、大ちゃん。そうそう、こっちから引っ張り出そう。よいしょよいしょって最後の豚まん。豚まん。最後の豚まん。豚まん。いただきます。いただきます。日韓関係だけじゃなくて、日米関係とか韓米関係、これ反米なんですよね。特にこの二人は。だからサードの導入が見直されるとすると、非常に北朝鮮の安全保障に問題が出てきますので。まあ、非常に日本としては今回ペナスでありますが、似てます。どんな日の状況であっても必ず繋がる電話ってなかったんですよ、ね、でそれを例えば日本と中国の場合、のび太くん100均で台を買ってきて、台と水飲み器、お湯を入れてみました。左右一通りかい。先向こうで飲んでたもん今の、うん、ま、飲んだ飲みやすいやろな、冷たいの、うん、猫舌でんねん僕すごいぬるいよ、うん、ま、40度ぐらい40度の30度。はいはい、フワリテフワトロクリームパン、はい、白いクリームパン、いかがでしょう。いただきます。姉ちゃん、なんか見えますか。屋根ばっかりな。電車通らんな。ルドルフといっぱいあってな、なかなか面白かったです。キノコの炒め、キノコ炒め。
マグロのぶつ切りの山かけ、うん、マグロがいいらしいです今朝テレビで見た、テレビでやってました。いただきます。トイレに囲まれてご飯します、はい、いただきます。どうぞ。ほんまに囲まれてるぐるっと囲まれてるな。麦ちゃん砂遊び、いただきます。いただきます。どんなのかやねん。見合わせたらダメです。見合わせない。隠れて、うんうん、出てくる。待ち伏せ得意やからな、うん、出てこんかい。コマーシャルが終わったらもう撮ったれへんよ。志村動物園が始まるぞ。コマーシャルの間だけだぞ。もったいぶりやがってこいつ。大ちゃん、志村動物園出たいね。出てきた出てきた出たい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 。そんな調子づいたこと言うたらあかん。お父ちゃん最終目標は麦ちゃんと大ちゃん一緒に志村動物園に出ることです。飲むけ。ういっ、はい、始まったよ。志村動物園コマーシャル終わったよ。イエーイ。はい、日本犬、日本犬、日本犬。うわー、オーノー。うるさい、今大ちゃん乗ってきた。ね、大ちゃん。あ、小太郎ちゃん、小太ちゃん全然しちゃう。次男の朝日丸があの方の元へ。え、何で話すの？藤尾監督行くの？そして返す、返すちゃうねんな。返すちゃうね。周りの子供たちも素敵な飼い主さんが見つかっています。親は寂しいんだろうね。うん、和歌山ええで。和歌山海も山も川もあるし。煮干し、煮干し。犬の中で奇襲犬が一番。飛んで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 、はい、もう一回飛んで。大ちゃん、 一回遊ぶ間に2、3回しか飛べへんねんから。希少価値やで大ちゃんのジャンプな。お前すぐ寝るなこの方が楽やもんな、そこもウィーウィー。これこれこれ、飛んで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 。はい、コマーシャル終わるよ。はい、飛んで飛んで。あ、よ、飛ばな。飛んで飛んで、今だ。はい、飛んで飛んで。飛ばない。もっと上行ったら無視や、もう。知らん顔してる、もう見失ったふり。ね、大ちゃん。えい。えいって言うてるやんか。えい。ねえねそれ。いい。ふり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 。ふーい。ほら、見失ったふりするもん。もうダメじゃん。ダメじゃん。始まったって。始まったよ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほら、またな。バイビー。